全くかけてると思ってないんだけども。ご心配ないです。かけてる。いや、遅くまで。神谷さん、どうもありがとう。あ、神谷さん。神谷さん。すごい、すごい。リアクションがあった。すごい。すごいですね。肩痛くないですか。やっぱりこれからロンドン行こうっていうのがあると違うんですかね。ロンドンもね。そうですね。あのこんな上司とこんな部下とこんな取引先に囲まれて、一応今日上から締めてすごく有意義な飲み会だったの。飲み会。とりあえず。飲み会じゃないですね。飲み会で。飲み会。お祝いの会、お祝いの会、そうですよ。いやもうこれであのね、とりあえずまたしばらく大丈夫だよね。しばらく、しばらく全然わかんないな。意味がわからない。いやでも本当今日お疲れ様でした。とても嬉しく思ってます。皆さんとねまたね、仕事できるこういう連中と仕事ができるっていうのはすごく嬉しいと思ってますし。連中とかって部長も入ってたよ。気づいてるね。井上さんも入ってるじゃないですか。取引先の部長も入ってるし、次長も入ってるし。部長も入ってる。本当です、本当です。いや、すみません。また助けてください。これからね、また。いや、俺自身ももうバリバリやりますから。バリバリ行きましょう、バリバリ。バリバリ行きましょう。ちょっと優しくやってください。あれ？何もしてないな。いや、今のらしくない。何もしてないけど。まあ、とにかく変わらずやりますから。はい。また日付変わらずお付き合いください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。なんか言いたいことはこの家に言っときたいこと。じゃあ、幸子さんタイム。はい。こういうことは絶対許さないとか、もしあれば、いや本当に言っておきましょう。言っておきましょう。これだけは守ってくれとか。でもいつも小倉さんから普通の方のお話とか、取引先の方とか、部長のお話、飯田さんもはじめお話いろいろ聞いてるんですけど、今日は本当に想像してる雰囲気と今の雰囲気も全部合致して。合致しました。オーバーしてません。悪いよ。正確に伝えてらっしゃったんですね。すごいね。すごいね。想像通り。飯田さんはちょっとね、いやちょっともうちょっと頑張んなきゃいけなかった。より想像を絶する。想像が通りで終わっちゃったっていうのはちょっと寂しいですよね。超えられていけないです。そうですか。これ、最低の意見を。もう古いですよ。どうも、どうも、どうも。でもこれからも奥村さんを支えていっていただければなと思います。さすがですね。最後にそういう締めですか。いや、いいですね。最高です。最高です。はい、わかりました。さっちゃんがそういうんだったら社長。さすが。意味わかんない。よろしくお願いします。イエーイ。お幸せ。